こんにちは、まっぴーことのえりなです。今日は Photoshop で顔の影を薄くする方法をシェアしていこうと思います。光ががっつりある時に写真を撮ると、その分影もがっつり濃くなって、顔の表情が少し変わって見えると思います。そういう時に Photoshop で簡単に影を薄くすることができるので、そのやり方を今日は見ていこうと思います。で、このチャンネルでは主に Photoshop や Lightroom について基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃーんと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、Photoshop でやっていこうと思います。では、一つ目の影のところを選択するをやっていきます。はい、では今回はこの写真を使っていこうと思います。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので URL を概要欄に貼っておくので、同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードしてみてください。ではまず念のためにこの写真を複製していこうと思います。では背景のレイヤーをクリックしてコマンド J で複製していきます。そしてまず影のところを囲んでいきたいので、この写真の場合くっきり左側だけが影になっているので、ツールバーにある長方形選択ツールを使ってこの左の部分を選択していきます。でもし写真のところがところどころちょっと影があって、それを薄くしたいという場合は、ツールバーにある投げ縄ツールや多角形選択ツールなどを使って選択してみてください。でちなみに投げ縄ツール、多角形選択ツールについてはこちらの動画で詳しくアップしているので、細かいところも見たいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。では長方形選択ツールをクリックして、濃い影のところ全体をこのようにクリックしてドラッグして選択していきます。でこのように影が全部入るぐらいの感じの大きさの長方形にして、でこのように選択していきます。でこんな感じで選択できたら OK です。では2つ目のトーンカーブで調整をやっていきます。では選択範囲が囲めたら、そのままトーンカーブに行きます。でトーンカーブについては詳しくはこちらの動画でアップしているので、細かいところも見たいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。では塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行きます。そして影の部分を明るくしたいので、この指マークを使って写真のところにカーソルを持ってくると、このようにスポイトが出てくるので、このままクリックして上に上げていきます。そうするとクリックしたところがこのように明るくなっていきます。で、この時に右側のこの明るいところに合わせてもいいのですが、今回の顔の右側の部分は結構がっつり光が入っているので、影の部分もそれぐらい明るくしようとしてしまうと、こんな感じでちょっと不自然になってしまいます。ちょっとよく見てみると、こんな感じでノイズも足されて、あんまり綺麗に見えないんです。なので、ここは写真によって明るさを調整してみてほしいのですが、今回は影が薄くなるぐらいのところでストップします。そうするとこんな感じで、明るさは結構明るくなって影を薄くすることができました。ですが、色が少し不自然になってしまったので、トーンカーブで色の調整もしていきます。で、これもトーンカーブの動画で話しているのですが、この RGB のところをクリックすると、レッド、グリーン、ブルーの色のチャンネルをいじることができます。なので、このレッド、グリーン、ブルーのチャンネルを使って、元の肌の色に合わせていこうと思います。では、まず赤っぽさが出ているので、レッドのチャンネルに行きたいと思います。そして、レッドのチャンネルでは、上にカーブさせるとこのように赤くなって、下にカーブさせると、レッドの反対のシアンが入ります。で、今回は赤を抜きたいので、下に下げていこうと思います。では、こんな感じで、少しだけレッドを下げて、写真の赤を抜いていきました。そうするとこのように写真の赤い感じがなくなったのがわかると思います。では次にブルーを足したいので、ブルーのチャンネルに行きます。で、ブルーは上に持ち上げるとブルー、そして反対に下に下げるとイエローになるので、今回はブルーにしたいので上に少しだけ上げます。で、こんな感じになりました。で、最後にグリーンのチャンネルに行って、同じように上に上げていくとグリーン、そして下に下げるとグリーンの反対のマゼンタが入るので、ここも少しマゼンタが欲しいので、ちょっとだけ下げます。そうするとこんな感じになりました。ここは後からでも変えることができるので、とりあえずこのまま進めようと思います。では、このプロパティを閉じます。では、3つ目の影と光の境界線をぼかすをやっていきます。で、このままだと影の左の部分と光が当たっている右の部分の間のこの境界線がくっきりしてしまっているので、ここの境界線もぼかしていきます。ではぼかすには、このトーンカーブの方のレイヤーマスクをクリックします。そして上のフィルターからぼかし、そしてその中のぼかしガウスをクリックします。そうするとこんな感じで少しぼけていきます。これをちょっとずつ上げてって、ちょっと馴染むぐらいのところでストップしていきます。では今回はこれぐらいにしようと思うので、このまま OK をクリックします。そうするとこんな感じでちょっと影の部分と明るい部分の境目がほわほわっとしたのがわかると思います。こちらがビフォーでこちらがアフターです。では4つ目の境界線の部分をトーンカーブで調整していきます。でこのままでも影を結構薄くすることができているのですが、この境界線の部分ももう少し滑らかにしたいという場合は、もう一つトーンカーブを足して調整していきます。ではもう一つトーンカーブを足すために塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行きます。そして先ほどと同じように指のマークをクリックしているのを確認して、カーソルを写真のところに持ってきて、スポイトが出てきたら明るくしたいところをクリックしてちょっと上に上げていきます。でこの時もう全体が明るくなってしまうのですが、ここの影のところを見て明るくしてみてください。で大体こんな感じで明るくなったので、一旦ストップしてプロパティを閉じます。そしてここの境界線だけに先ほどのトーンカーブを反映させたいので、一旦このトーンカーブのレイヤーマスクを反転させて真っ黒にします。で反転させるためにはレイヤーマスクをクリックしてコマンド I を押すと、このように反転することができます。そしたらツールバーにあるブラシツールを使って色が白なのを確認して、そしてソフト面ブラシを使って流量を少し小さくしていきます。そしてこのまま境界線の影の部分を塗っていきます。でブラシを小さくするために大括弧を使ってこのように小さくしていきます。そしてこのように塗っていきます。はい、ではこんな感じになりました。では2つ目のトーンカーブありとなしを見ていこうと思います。こちらが2つ目のトーンカーブなし、そしてこちらが2つ目のトーンカーブありです。結構この境目のところが消えたのがわかると思います。で、後からやっぱりちょっと肌の色が少し違うかなと思った場合は、またトーンカーブのところに戻って、そして色合わせをし直していきます。ではこんな感じで出来上がりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。結構綺麗に影を薄くすることができたかなと思います。はい、今回は Photoshop で顔の影を薄くする方法をシェアしてきました。このやり方で光がガッと入ってる時の影を薄くすることができるので、ちょっと表情が違って見えるかなと思った時にぜひ使ってみてください。Photoshop で顔の影を薄くするの簡単じゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。